悪いね。これで上がりだ。うわあ！やっぱりジョージの兄貴が持ってたか。憎い。スペードの6が憎い。バートラのダイヤの8もエグかったぜ。ああ、もう悔しい。ジョージお兄ちゃんすごい。また勝った。そうだよ。また僕たちの勝ちだね。惜しかった惜しかった。でも楽しいぜ、本気で戦うのはね。本気だろうとそうでなかろうと、結果が負けでは何の意味も。とんでもない。本気で戦った結果の負けなら清々しいもんだぜ。いい加減に戦っての負けじゃ、本気出してたら勝ってた云々で未練たらたらでしょ。そうだな。全力を尽くしたやつは言い訳しない。そして結果に関わらず爽やかなもんさ。そうだね。そしてそういう人間が一番怖いのさ。そこから必ず何かを学び成長するからね。確かに僕は臆病だから何も学ばなかった。だから未だに未熟なんだ。
緒に遊んでくれてありがとう。西とか書いたり忙しかったんだろ。付き合ってくれて本当にサンキューだぜ。いえ、僕も楽しかったです。いえ、これが楽しいことなんだって理解できました。僕を無理に誘ってくれてありがとうございます。私たちはさ、もっともっといろいろなことに挑戦していこう。そして君が知らなかったものを探しに行こう。ああ、それでさっきの話だけどさ、ギターとか興味ない？いや、別に無理にとは言わないけど、そのきっと難しいでしょうね。まあね、でもさ、そこは丁寧に教えるし、練習は私も付き合うから。まあ言うほど私もうまくないんだけどね。初めてで下手なのは当たり前です。それから逃げてたら永遠に何も学べない、何にも至れない。そうさ、だからこそ人は上達を実感して面白くなるんじゃねえかよ。私だって最初はさ、右手と左手が別々に動くってだけでもう全然ダメだったぜ。でも少しずつコツが分かってくるとさ、だんだん当たり前になってきて。僕もその境地に至りたいです。そのための道の一つにお嬢様との音楽活動があるなら、ぜひご一緒させてください。本当に？はい。きっと最初は不出来でお嬢様を失望させてしまうこともあるでしょう。でも本気でやっての失敗だったら、それは清々しいものに違いないと、さっきお嬢様たちに教わりましたから。照れるぜ。お嬢様のことをもっと好きになりました。あなたは太陽のような人なのに、僕が目を背けていたから、こんなにもずっと近くにいたのに、それに気づけなかった。じゃあもっと好きになってもらえるように頑張っちゃうぜ。いやー。僕がお嬢様を好きになれる理由はこんなにもはっきりしています。だから分からなくて辛いです。何が？お嬢様が僕を好きになる理由です。お嬢様と違い、僕は何も照らしてない。今だってお嬢様に照らされながら、その背中についていってるだけです。そんなみすぼらしい僕をお嬢様が好きになる理由が何一つ思いつかないんです。そんなことはないぜ。カノン君にだっていいところはいっぱいある。恥を忍んでお聞きします。お嬢様は僕の何が気に入られたのですか？Thank you.
僕のどこが気に入ったんですかなんて質問、本当にバカらしいと思ったんです。自分に本気じゃないから、自分のことさえ理解できてない証拠なんだ。そんなことをお嬢様に言わせようとするなんて、僕は最低だ。そんなことないよ。女の子だって男子に告白されたら最初に聞いてみたい質問だもん。自分のどこを気に入ってくれたのって。それを相手に尋ねる時点で僕は未熟なんです。そんな未熟者に気に入ってもらえるようなものがあるわけがない。いや、そうじゃなくて、その、だから僕がお嬢様を好きになるように、お嬢様にも僕を好きになってほしい。そのために僕は自分を変えていくことにします。今はまだこんな自分をお嬢様に好きになってもらえるとは到底思えません。でもいつか必ず。ああ、絶対素敵なカノン君になれるよ。私がベタベタに惚れちゃうくらいの素敵な男の子になれる。私はそれまでずっと一緒にいるから、時間なんていくらでもある。ただ時間がそうないのが悔やまれます。時間って？家具の話をするとお嬢様が悲しまれます。でも話さなければなりません。そしてそれは僕が本気で戦わなければならないことでもあるのです。何の話？家具だから恋ができないとかそういう話ならもう聞きたくないよ。カノン君は家具なんかじゃない、人間だよ。はい、だから人間になろうと思います。ですがまだ家具なんです。ならなろうよ、人間に。かつて魔女は教えてくれました。この世の一なる元素、それは愛だと。それはこの世に住まう人間は当たり前のように享受できるものです。しかし家具として生み出されたこの世ならざる身には当たり前ではないのです。その当たり前でないものを得るには魔法か奇跡が必要なんです。さっきからこれがわからないの。何がわからぬというか聞かせよ。今回のゲームが始まり、短くない時間がシャノンやカノンの恋への決意に裂かれてきたわ。それ自体は自らを家具と蔑んできた少年少女の青春の決意と成長の物語と好意的に見てもいい。でも二人のある前提にさっきから強い違和感を覚えるの。なぜ魔法が必要なのかであるか。シャノンもカノンも、いえ、あえて家具と呼ぶわ。家具たちは最初から一貫して人間とは恋愛ができないと主張してきた。そこに黄金蝶のブローチという魔法が介在し、その魔法という奇跡の結果ジョージお兄ちゃんとの恋愛が成立した。そう主張してるわ。身分の違いによる許されぬ恋が実るには魔法の奇跡でもないことにはありえぬと、そう考えたとしても無理はあるまい。そうね、だから使用人の身分であるシャノンとカノンが共に後宮家の人間に恋をし、許されざる恋に苦悩して自らを家具と卑下したとしても、それは納得できるの。ではそなたの納得できない点とは。再び魔法の力がなければ結婚はできない。それがシャノンとカノンの二人の共通認識になってる。これがどうしてもよく理解できないの。結ばれようとする二人の間に立つなぞ、飛ぶ矢の前に立ちてそれを掴もうとするにも等しい愚行よ。そういうこと。伴侶を生涯守りきると誓ったジョージお兄ちゃんにとって両親の反対や感動さえ恐れるものではない。むしろそれらさえも彼女への愛を示す
ちょうどいい試練だとさえ思っているわ。つまり二人は必ず結婚する。誰も拒めない。そして二人は婚約を快諾した。誰にも拒めない、阻めない。馬に蹴られてなんとやらであるな。そうだから不思議なの。魔法なんて必要ない。